はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、津田健次郎です。さあ本日なんですが、ついにね、あのビーステッドディスパテルが実装されたということで、強くなったデッキたくさんあるんですけども、本日は持ってきましたブルーアイズデッキです。はい、ブルーアイズデッキというか、まあビーステッドブルーアイズデッキですね。まあ正直ね、ブルーアイズっていうギミックあんま強くないんですけど、正直ぶっちゃけるっちゃうと、ただビーステッドと組み合わせると結構やれるんですよ。ビーステッドプラスあとレベル2のチューナーですね。このアサルトシンクロンとか、あのシノビエクロンみたいなモンスターと、ビーステッドのくっつきがかなり、まあ、あのいいっていうのと、あと、ブルーアイズはレベル8のモンスターをね、簡単に供給できるんで、まあ、レベル2とあのシンクロ召喚してディスパテルとか、まあ、バロネスとか、まあ、アンヘルとか、こういうモンスターに結構簡単になれるというところで、非常に相性がいいというところですね。あとは、ドラゴンの目覚めの旋律っていう最強のカードがありまして、これはあのオルタナティブを、特殊召喚、できるカードなんですけども、しながら手札のカードを切れるんですよね。あの手札捨てることができるんで、そうすると B セット の, あのコストになる忍びネクロとか墓地をくれて、まあ、めっちゃ強いというところがあるので、まあ、ブルーアイズデッキと言っていいか謎ですけど、まあ、ブルーアイズが入ってるデッキの中では、まあ、かなり強いブルーになってるんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、ブルーアイズが好きな方はちょっとぜひね、あの組んで回してみていただけると、このパワーを感じてもらえるんじゃないかなと思うんで、はい、早速やっていきましょう。 B セットブルーアイズデッキデュエルスタンバイ。よし、全くブルーアイズ関係ねえハンド来た全くブルーアイズ関係ねえハンドが一番強いからな。やべ、今のキングか、今のキングかもしんねえなブルーアイズデッキ、なんかダブルシース2000いくつだっけ、2010なんか2013くらいで、うわドロバーキス、なんとかなるか。でもこの班だったら普通にちょっとドロバーきついんですけど、まあ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 なんとかなりそうな気するんで頑張りましょう。で、マグナムート一応効果発動するけど、これあんま意味ないでね、あのエンドフェーズにサーチ入んねえからドロバのせいで。で、忍びネクロを攻撃表示でしょうか。で、効果、効果じゃねえや、カオスルーラーを爆弾。いけー、コントンマリュー、カオスルーラー、こいつもそろそろ禁止だろ、多分だけど。そろそろね、なんかあるね、まだ。まだなんかある。うわー、きつー、ゲボ吉、あー、きついよー、助けて、お母さん、お母ちゃん、助けて。ちょっとドレッドブルーム発動する前に先にリベリオン特殊召喚か。持ってるんで出します。はい、 B セットルベリオン爆弾で効果発動。楽園の獣、これあれですね、泥場なんで泥入りませんもんね。で忍びネクロゲームから除外して爆弾、もうさすがにいねえな、オッケー、もうさすがにいねえ。で特殊、いやこれはですね、ちょっと少々お待ちください。これ一旦だから、ちょっと待ってよ、ディスパテルかまして、蘇生してロックして、カオスルーラーで除外して多分いけるな。ちょっと待って、ディスパテル これ結構意外と墓地超えてあるとシビアなんで、ちょっと待ってくださいね。ディスパテルで効果発動してニチューナーを呼び戻して、シノビークのをね、ちょっと1回除外像から持っていくと除外されちゃうんですけど、もう1回こうやって使いますっていう動きができるんでね。はい、でアクセルシンクローっつって絡みつく時間振り切って、で限界までぶっ飛ばしてシノビネクロ蘇生、オッケー。シノビネクロ何回かろ、これ過労死するな、これシノビネクロワンターン3シノビネクロ今のところエレフ作る予定なんで、もう一回出てくるかもしれません、もしかしたら。で、ここからのカオスルーラーオッケーマジで過労死すんなこれ。で一回ちょっと墓地小屋させてもろてよろしいか。いけ、ジアンデッドヴァンパイア、太古の白石墓地落ちろ、太古の白石墓地落ちろ、ジアンデッドヴァンパイア効果、オーバーレイン糸を一つ使ってお互いにデッキを4枚掘るぜ。モンスターを特殊召喚、なるほど、ブルーアイズちょっと強いな、ブルーアイズちょっと強いな、レベル8供給できるの強いか、これこうだな、相手はあ、これ多分ピュアリーだな、ゴーストリックショット入ってるわ。
多分ピューだな。デグダイハツしか落ちてない相手で、ブルーアイズホワイトドラゴン特殊召喚、そしてレベル2を含むモンスター2体でリンク召喚。これマジで、えこれほんまにやばいな。えこれ忍びネクロワンターン4回出てないこれ通常召喚、除外されて特殊召喚、ディスパテルで特殊召喚、エルフで特殊召喚、これ4回出てる。これ忍びネクロ4回は草マジで忍びネクロから訴えられるぞ。これ忍びネクロ労働基準法違反だ。これ縦でいいか、もう縦でいいやん。で対象耐性バロネス、対象耐性ディスパテルで、まあこれでエンドするしかないですね。はい、エンドしましょう。まあ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 言うてね、まあこれあんまかん、あでもこれ墓地から開始できるわ、強え、最強だった、最強、やばい、ちょっと強すぎる、それはそれは強すぎる。これはドルイドブルムでいいか、ドルイドブルム、え、これ強くね、これマジか、強いな普通に、やばい。これドロバ、ドロバ打たれてますからね、これ私今現在ドローラドロックまで打たれてこの盤面できてますからね。はい、まあ最強と言っていい、これは。まあブルーアイズはちょっとだけ活躍したピューね、オッケー、ピュピュ、オッケーです。うらら、ハッピー、プリティ、了承。まあ一応ね、ディスパテル君結構強くて、ピュアリーにはなんかその変身効果って言った瞬間にその破壊することができるんで乗れないんですよね、上にライドオンができないんで、だからそれはそれ強いです。普通に無効にできないけど、モンスター効果は相手のカードが除外されてないとね。はい、デリシャスメモリー来た。デリシャスメモリーはさすがに一回増殖する時ぶち込んで、いやこれこの増殖する時も結構強いですよ。はい、あのエルフで蘇生できますからね、一応裸かなって言われたら。で、デリシャスメモリーの効果発動して、対象を、戦闘破壊耐性不要のエルフちゃんからの、エルフがあとはボコ殴りにならないようにだけ気をつけよう。ドロバ、ドロバどんだけ効く？白2枚。これ白これで最後か、じゃあ。つまり。白これで最後か。これ選択肢多いな。バルネスで無効にしちゃってもいいよ、これね。バルネスで無効にしちゃって、で手札2枚しかないから。多分ね、これドルイド獣がめっちゃ強いと思うな。で、爆破します。爆破します。で、ピュアリーの効果無効になりました。で、ピュアリー除外してドルイド出す。これ多分めちゃくちゃ強いぞ。これで、白はあと1枚です。盤面に残ってる1枚だけ。2枚しかないから、でも、白が。白ピュが。さあ、どうするこれ辛そうだな、相手。ハッピー。ハッピーか。ハッピー。これさ、これでいいんじゃない？獣でさ、まあ、ドルイド送るじゃないですか。で、まあ、ピュを破壊したいですよという効果発動しまして、まあ、これピュ破壊するじゃないですか。で、ハッピーメモリーでピュアリーが出てきます。で、出てきたピュアリーをドルイドで普通にポチョ振るという最強のムーブ。はい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 。さあ、どんどんカードが減ってるけど大丈夫か。さあ、ピュアリーリリー効果でドルイド効果でポチョ送ると。で、まあ、ピュアリーリリーはまあどうでもいいわ、もう。何サーチしても多分展開つながんねえから。はい。つえ。つえ。つえ、マジで。何もできないんじゃないで。何持ってきても。まあ、マイクレンド持ってきても何もできないし。まあ、ピュアリープ持ってきたところで何もいないし。はい。どうぞ。どうぞ。どうぞ、どうぞ。マイフレンド、どうぞ。で、マイフレンド行こうか。何これ、何持ってくるのこれ、何持ってきてもあんま関係ないけど、これサレンダーじゃないの。スリーピーメモリー、あー、ダメージゼロにするってこと。いや、粘ったところで何も大きいんだろそれは、さすがに。あいつめちゃくちゃ粘ってくるな、うざいな。サレンダーしてほしいんだけども、やる意味なくないですか。ターンチェンジ、私のターン、ドロー、レビオニア、杖、急に最強カード。これ一回バロネスで変身して、もう一回バロネス出しに行くか。バロネスで変身、超変身、一条さん見ててください、俺の変身、超変身、仮面ライダークーガー、テンテンテン、ブルーアイズホワイトドラゴン。もう打たないとバロネス出すぞ。何
ダメージをゼロにするスタイルね。いいだろう。よろしい。相手にとって不足はない。なるほど。あとはまあ1回、ダメージゼロにするみたいな効果なんで、1回ダメージ無効にする効果ってことは1回何かで殴ればいいんですね。つまり何かで殴って、まあその効果を使わせた上で、処理すればいいので、まあカオスルーラーでこれはブルーアイズを蘇生し、除外してディスパテルで蘇生っていう最強のムーブをすればいいんじゃないでしょうか。まあとりあえず忍びネクロをゲームから除外しますと。でカオスルーラー、コントンマリューが出てくる。で、忍びネクロの効果発動して出てくる。で、重シンクロ出す。はいはい。でこれでカオスアンヘルで、あとは、フィニッシュしたいんでブルーアイズで、だからこれでディスパテル効果発動、ブルーアイズ蘇生、これで OK。 3000、7500いったな。3500、3500、 OKOK。 で攻撃表示で1回ゼロになるから、なんか適当になんかどれか殴って、これでいいや。殴る、はい。で3500、 OK。 きた、くらえ。これがネオニーブルーアイズデッキのパワー。いけ、滅びろ、バーストストリーム。かっこいい。ブルーアイズはそれだけ。対戦ありがとうございました。あー、なるほど。まあ何もないけど、まあ手数はそこそこって感じですかね。はい、割とアリアンヌロイヤル、かっこいいっすね。ロイヤルアリアンヌ、僕もねロイヤルアリアンヌ実は持ってるんですよ。はい、あ、ラビレンス、そういえばあれね、あのまだまだ強化残してるからまだまだ強くなりそうだね。ラビレンスなんてさ、なんか通常トラップカード強いカード出ればそれはそれでまたなんか一生強くなるんだけどさ、トランザクションロールバックとかいうなんかバチクソやべえやべえ、強欲なツボ来た。現代版強欲なツボと言われている天帝の人、はい。で、ガルーラ送りながらのエクレシアの、回収効果入りまして、ガルーラ効果でワンドロー。強くね、マジでこのカードやばいよな。ま、結構ね、あのラビレンスで使っても普通に強いし、あとあれですね、ドラグマ最近だと、あの強化された、まあ、クエムとかね、あの辺が、追加されてるんで、まあ、ストービー効果発動します。手札ぶん投げまして、白金いいんすか。それドルイドブルームで除外できちゃいますよ。結構これでかいんじゃないですか、ドルイドブルームで除外するの。はい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 、いいでしょう。またドルイドブルームはちょっとあの忍びネクロ用に取っていきたいみたいなとこありますけどね。ドロー、墓穴、あ、強いな、墓穴強いな。いや多分白金城主1枚しか入ったでしょ多分。まずはレッドアイズブラックメッテオドラゴンからぶん投げて、ブルーアイズ墓地送って、数字モンスターだったら、ね、何でも墓地送るんで、こっち最強ですね。はい、竜の霊廟です実質で。これも抹殺いらねえか、これ抹殺いらねえ気すんな。ちょ、忍びネクロは通常召喚したらいいと思うので、まあ、こうですね。で、さすがにオルタナ出さないといけないよな、手数的にな。オルタナとブルーアイズでいいか。オルタナ、ブルーアイズ、はいはい。で一旦オルタナティブホワイティングドラグーンを出して、はい、まああんま強くないけどな、この盤面では。で一旦忍びネクロ召喚するとバロネスの構えができるから、これでバロネススルーズの脅しをかける。バロネススルーズの脅し、どうする、さあどうする。どうしてくる、あー、パニッシュメントか、強いな。まあしょうがねえ、オッケー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 。まあ、パニッシュメント踏んだ。パニッシュメントとってことはビッグパニッシュメントね、ビッグパニッシュメント。チェーン切りできないですけど、まあいいでしょう。チェーン切りはまあできるけどしない方がいい。でラビューで、まあ通常トラップセット、まあ、セットしたカードは発動できないから、まあ今そんな関係ない。であとはビッグですね。まあビッグ多分大丈夫だもんな、覇王流、はい。
ビッグは多分この魚をぶち込んであげれば多分大丈夫だと思うんですよね。でヌトス砲をかまされて忍びネクロ破壊されて、でヌトス砲の効果によってさらに何かが破壊される。でレニーのレニーじゃねえやストービーの効果とアリアンヌの効果が発動して、ヌトス砲がかまされて、いやーなかなかやりますね、やりますね。まあまあまあまだ焦る時間じゃない、大丈夫だ。鮮度は言っていた、まだ焦る時間じゃない。まあまあ焦ってるけどまあまあ焦ってはいる。さあ一番伏せることもできる。 OK いいでしょう。でドルイド効果発動して忍びネクロゲームから除外して特殊召喚。忍びネクロとかいう名誉ビーステッドモンスター強すぎだろこれ一生かってくるぞこれ。で多分まあビッグがどっかで外されるんだよ。あー OKOKOK でここでいやさすがに城主2枚は入ってないでしょ。城主2枚は入ってないはず。さすがに入ってたらやばい。入ってるバグリ散らかし構築はさすがにやばいけど、多分これで城主吹き飛ばせば多分城主もう出てこないんだな。さあどうする。一生ラビリンス爆誕させるか。いやクックロックか。なるほどクックロック回収ね。あーうぜえなそれ。それうざいなそれ。それはうざいな。あれなんだっけ、覇王竜か。覇王竜か。覇王竜だな。多分覇王竜だねあれね。セットカードね。まあ、もう一枚開くと分かんないけど、クックロックで一応開くことはできるのか。でカオスルーラーを特殊召喚していく。でカオスルーラー効果、ドルイドブルム効果、ストービーを墓地送りたいですよ効果。さあそれどうしますか。でストービー効果と OK 了解で、フルルドリス切る。なるほどフルルドリスも入ったパターンね。でストーブ効果、ウェルカムマジックトラップカードをセット。ウェルカム、なるほどウェルカム効果、カオスルーラーでアサルスト。ああいいよいいよ、ああいいよ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 、今のところいい。ああいいね。あま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 あ割と悪くない、悪くはない。これはさすがにアサルトシンクロン今のところいい感じだよ、いい感じ来てる。さあ太鼓も落ちた。でキック効果で手札に回収、いいでしょう。あと伏せカードがなんかそのさっきセットされたアリアンヌのセットされたカードが何か分かんないですね。そこだけかな、あの分かんねえので。アサルトシンクロンの効果発動、アサルトシンクロンで手から出てきて、これは一回ディスパテルかエルフか、あウェルカムか。なるほどウェル、あじゃああれか、あのステカードはどうでもいいカードなんだ。さあレディ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 アリアンヌ、レディレディアリアンヌってことはもうこれ発動できるカードねえな。つまりだこれディスパテルも行っちまっていいんじゃねえか。さあアサルトシンクロとカオスルーラーをシンクロ素材にして現れよう、ビーステッドデスパテル、そしてコントンマリューカオスルーラーのモンスター効果、光属性モンスターと、闇属性モンスターをゲームから除外することにより、うわまああんま何でもいいか、ドリードブルか、自身を特殊召喚、フルイー、さらにザ・ビーステ、あ、ビーステとディスパテルのモンスター効果、自分の除外ゾーンよりブルーアイツホワイトドラゴンお得召喚。よし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 、今のところいいぞ、今のところいい。でこれ一回ぶん殴るか、これ打点揃ってるしな、これ一回ぶん殴る説結構ある。これ殴ろう、ちょっと全部処理しよう一回、盤面処理打点が高いんで、多分ワンキルは多分さすがに厳しいかもしれない、まあできるかもしれないけどちょっとわかんないです。多分なんかできギリギリできないみたいな反動になりそうな気するんですけど、できていたらすいませんといったところで、でですねさらに墓地を肥やしていくスタイル無限墓地肥やしマシーン、まあ、墓地肥やると始まらないんでね基本的に遊戯王ってのは。はい OK、 なんかいろんなカード送られたぞ、いろんなカード送られた。サロニールか、いやこれはこれベーラー蘇生
なんかこれなんかすげえうまくいってんな。でサロニール効果発動して、ルベリオン、さあ宇宙を想像するぞ宇宙への想像のカウントダウンが始まった。宇宙への想像のカウントダウン来た。でこことここで、アスクセルシンクロンで効果発動して、チューナー、これレベル2だな、レベル2蘇生しよう。でルベリオン効果使ってリリースするとアサルトシンクロンの効果発動してディスパテル返ってくるんで、アサルトシンクロン効果ディスパテル返ってくる。 OK よし。でルベリオン効果でラクの獣を置いてでエルフしてで、この展開できるんだったらマジでこれあれだな、普通にワンキル取れたかもしんねえな言うて。まあでもちょあれか、レディの耐性がちょっときついか。でスプライトエルフ効果発動して忍びネクロ、また忍びネクロめちゃくちゃ特殊召喚されてんな死ぬほど死ぬほど特殊召喚されてんな。獣で割りますか、余ってますしね、余ってますし割りましょう。ザ・ビンセント・ルベリオンで相手のハオーリを爆破で、バロネス出して、よし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 、これ全面処理強すぎんか、全面処理やぞ。はい、それ何、それさっきセットされたやつなんだよね。スキドリ危ねえ危ねえ、劇的に危ねえな。これでエンドフェイズか。でエンドフェイズ対価の白石の効果が発動するぜ。50秒しかねえか、まあいいだろ。ちょコナミくんさ、そろそろさ、ちょっと時間直してくんない、もうなんか残りさ、これまあ先行はいいわ、300秒で、あの回復時間おかしいから絶対。高校だったら400秒にして、高校だったら400秒、あと時間回復100秒ぐらい回復して、絶対おかしい今の回復量。いやだいぶ強い、これ獣、獣からのあれですからね、ジェットの最強ムーブありますからね、獣ジェットっていうね、あのね ガチでやばい動きできるんですよ。それ見せましょう。まあエクレシアはいい、問題はない。はい、で特殊召喚成功時効果、まあ、それでフクラクインが発動して自分の墓地からサロニールが特殊召喚、まあドラゴンパチメントとかなんですかね、これフルルドリスさっきなんか捨てたんで、多分フルルドリスではないから、まあ多分これはパニッシュメントがサーチされて、はいはいはい、いいでしょう。であとなんかクックロックと何かなんだっけ、クックロックか分かんねえか、クックロックと何か、ミーフェス終了前、楽園の獣効果、ブルーアイズジェットドラゴンをリリースして相手のカードを破壊、バリーンすると、カードが破壊されたため強制出してほしい、いいの。ブルーアイズジェットドラゴンの効果、自分の墓地からブルーアイズジェットドラゴンが蘇生ただ蘇生きました、ただ蘇生獣のコストになっていないこれがブルーアイズデッキの最強ムーブですからね、はい、でジェットドラゴンを特殊召喚、うわー、ちなみにジェット以外のカードは効果で破壊されないという耐性もあります。あ、でエルフが死にました、ありがとうございます。さすがに強いだろこれ、さすがに強い。でエクレシアは確かエクストラデッキが出てきたモンスターとの戦闘で破壊されないみたいな効果あるんで、それだけ注意ですね。はい、それ知ら、あの忘れてて、あのやばいこと起きた時ありましたからでエクレシアでいいか、エクレシア爆破します。でジェットドラゴン効果強すぎ、この動き強すぎだろマジで、ただなんだけど獣でただで相手のカード一生破壊してない、強すぎこれ、やばい、いかれてる、さすがにいかれ、もう何でもいいか、これ攻撃表示変更してバロネスで叩き割って、一応あれか、でも叩き割る必要もねえのか、もはや叩き割る必要もねえ、あとはブルーアイズのフィニッシュをなんとかすればいいだけなんで、絶対に滅びのバーストストリームで殺したいんで、はい、滅びのバーストストリームで殺すようにしましょう。はい、 OK、でアドバンス召喚ですねもう面倒くさいのでアドバンス召喚で
オッケーよし絶対ブルーアイズで殺したい欲やばすぎだろこいつで、バトルベースでいけーバトルいけジェットドラゴンで、ジェットドラゴン最後にかベーステッドディスパテルでアタックドラゴンパッシュメット効果対象うるせえ黙れ黙れゴミがそんなクソもクソカードの効果は無効化するぜディスパテルでアタックいけブルーアイズホワイトドラゴンの攻撃ほら見ろバーストストリーム強えいやーリンゴブリムかいやリンゴブリムちょっと微妙だななんかまあ弱くはないけどブルーアイズが出ないからなんか特殊召喚はできないんだよね盤面にさブルーアイズ出てくるのってそんなにポンって出てくる感じじゃなくてまあ大体オルタナティブなんだよなこれリンゴブリムいらねえかもしんねえこれこのデッキにはまあ落ちたら強いんだけどね別に落ちたら全然強いんだけどうんまあ引いた時にそんなに強くねえから、まあ、だったら忍びネクロの方がいいからまあデッキちょっと薄くして忍びネクロを、引けるようにした方がいいかもしれませんねとりあえずビサススタフロストこれビサマじゃんこれビサマデッキスキアクローかなるほどいいですねこれもだいぶ強くなりましたからねちょっとなんか多分何日か前に動画にしてるんじゃないかと思いますけれどもめちゃくちゃ強くなりましたはいあのビシャスアストラドとかいうガチでやばい融合モンスターのおかげでねはいいやーこれバロネスまで来るかこれいや来るよねそうだよねいや強いなこれなんだバロネストライヒまで行くかバロネストライヒかこれ多分黒石から展開してるのかなケイアクロー、あと1体いないとトライヒアードにはなれないんですけども、あ、そっか、ノバンのか。はいはいはい、ノバンのね、強えな。じゃあ、あれか、あんま関係ないか。関係ないまである。で、ビサス、スタフロストで、展開して、で、3体でトライヒまでかな。あー、これ、あれか、ビシャスも来るのか。じゃ強えな。ビシャスアストラードかっけえ。かっこいい。なんかファンネルみたいなやつ周りに飛んでんだよね。あ、ビシャスアストラウド。結構かっこいいよね。見た目は。マジで。見た目ってか、まあ、性能も強いんだけど。影の光？え？なに？え？あ！終わった。あ、僕の遊戯王終わった。お互いにモンスターを特殊召喚できるって書いてる何その最強ムーブやべえなんか俺動画にしようと思ったら先やられたんだけど俺あのねこれそうなんですよ影の光でねこれ闇属性天使族なんでねこれね例えばザワールとかも出せるんですよこれちょマジでやばい特殊召喚できないはねさすがに無理すぎる俺と全く同じ思考回路のやつがいるとはな恐れ入ったぜ貴様なかなかやり手だな強すぎるなクリスティア影の光とかいうカード禁止しろ